こんにちは、応用編にようこそって感じでございます。基礎編と比べて基本編に比べてちょっと私も格好まで応用しましてですね、応用したら余計なんか柄が悪くなったと思われるかもしれないんですけど、なんか一応これね、毎日がフェスティバルってことでね、なんかお祭り会場からなんか金魚すくいのおじさんが来ましたみたいなつもりで聞いてもらったら嬉しいんですけど、基本編の方で僕は4つの鉄板ルール、ね、返事は 0.2 秒、頼まれごとは試されごと、できない理由を言うな、今できることを探して動け、そんな話を基本編のところでね話をしました。ですけどそれをねちょっとバッて総括しているようなちょっとエピソードをお伝えするところからちょっと始めようかなと思ってるんですけど、僕はね実は自分が今43歳という年齢で、中学生高校生の頃は将来自分が何になるかって全く分からなかったし、夢が全く見つけれんかったんで、終わってみて思うことなんですけど、意外に夢なくてよかったかなとちょっと正直思ってるんです。この映像を見てくれてる学生さんとかね、皆さん中には夢を持っている、もう見つかって、揺るぎない夢、誰に反対されようとやりたいんだっていうものに、出会えてる人もいると思います。でそうしたらもう僕はね迷う必要ないと思います。もう着地点が見えてるわけなんで、今の自分にはあとどんな学校に行かなきゃいけんかとかね、どんな資格を取らにいかんかとかね、もう見えてると思うんで、目標から考えたら引き算で今を探せばいいでしょう。ですけどね、僕が今日自分の体験通じて伝えたい生き方は、この引き算しながら、引き算でものを考える生き方じゃなくてね、足し算の人生なんですよ。これ言葉言い換えると、目標、夢が見つかっている人はその目標を達成していく。けど僕が今日伝える話はね、着地点がわからないんですよね、夢がないから、で目標見つからないから。なんでそういう人は今目の前にいる人を喜ばせることの連続で、でね、あの4つの鉄板ルールやってるとね、君じゃなきゃダメ、あんたじゃなきゃダメってこう言ってもらううちにね、僕は世の中からたくさん役割をもらうというふうにして生きてきたんですね。軽トラで八百屋からの人生ですけど、やがてね、それで稼いだお金で、頑張ったお金で、僕らは東京で、六本木っていうね非常に華やかな街に小さいですけど飲食店作り、やがて毎日満席になったから5店舗作りました、僕がいる間だけで。でそこから僕若い時、もう21の時には独立をさせてもらうことになって、でまさか振り返ったら夢なかったはずがね、21歳で自分のお店を持ってて、だけど人間力つけてあったから毎日お客さんいっぱい入るお店になってね、で僕あの21の時850万の借金をしてお店を作りましたけど、でも借金を返し切るのに7ヶ月しかかからなかった。で僕はあの時にね、ああ振り返ったら自分は師匠からもらったその人間力っていうものを素直にずっとやり続けてたらね、あこんなにも僕実力ついたんやなと思ってね。で大人の人からは僕は独立をするとかね、お店を出すとかっていう話を大人の人にすると、あの時は寂しかったですけど、みんなに言われたの3つあるんです。1つはね、僕がお店出すって言うと絶対無理って言われました。で2つ目にはね、お前にできるわけがないって言われました。で3つ目のとどめがね、世の中を舐めるなって言われましたよね。これ否定的ナイスアドバイス3点セットっていうふうに僕は名付けてたんですけど、皆さんも将来そうよ、なんかやりたいこと見つかってね、こんなんやりたい、あんなんやりたいって、若い時って無鉄砲でいいと思うね、なんかやってみよう。でもその時にね、大人の人に相談すれば大概言われる、絶対無理、お前たちにできるわけがない、世の中そんな甘いもんじゃない、この3つ。でもね、人の言う絶対無理なんか信用しちゃいかん、もうやってみた方がいい。でやってもし仮にうまくいかんかったとしてもね、人はねすごい能力があってね、過去に何かうまくいかんことがあったりする。だけどね、人生がちょっとこう曇ってるというかね、陰ってるとかね、その人ってね、だいたい口癖がどうせ私はこんなんやったから、どうせうちはこんな家やし、どうせ私はこうやからって言ってね、過去のことを言い訳にいつも使うんよ。で過去のことを言い訳に使って、逃げ道に使ってする人って曇りが晴れてかないよね。だけどスカッと輝いてる大人ってね、みんな共通して言えることやけど、僕はあの失敗を経験したおかげで強くなったんだとか、
僕はあの失敗のおかげで人の心を分かるようになったんだとかね、全て失敗をね感謝に変えるんですよね。なんであれのおかげで自分は変わったんだ、あれのおかげで強くなれたんだって言って失敗をバネに変えていく、そういう人はね人にまで輝きを与えるような人になっていくんですよね。なんで僕は目の前でね自分も言い訳しながら生きるんか、むしろそれを感謝に変えて生きるんかと思ったらやっぱ動くって思ってね、でいろんなことをやってきたら気づいたらね頼まれること増えてきて増えてきて、で基本編の最後にも言ったけど、あの時講演を頼まれた時に横に振りかけた首をギーって止めてガガガガって縦に振ってやってみようと思ってやったから今年間300公演になったでしょ。ってことは僕はねなんかね気づいたら与えられる役割がいっぱい増えてきて、気づいたら僕今43歳でねもうやりたいことがいっぱい増えてきたんですよ。でねみんなから言っていただく役割がたくさん増えてきて、もう体一つじゃ足りんなと思うぐらいだけど、振り返ったら夢はなかったんです。まさか講演家になるなんて思ったこともないし、まさか何冊もね本を書くような人生になるなんて思ったこともないし、まさかあんな2億3000万もかけてレストラン建てるなんてことを20代でやるなんて思ったこともない。でブライダルやろうなんて考えたこともなかった。だけど全て頼まれてるうちに僕にぴったりのなんか天命みたいなものにね僕は出会わせてもらったなと思うと、目標達成型の生き方に相反して天命追求型、実は将来のことあんまり深刻にあんまり世の中のこと分かってへんうちにねあんまり決めきらんくっても夢が見つけられへん人も安心してていいと思うんです。どんな職業に就こうとそこで雑用一生懸命やって、で物言われりゃ試されてると思いながら予測が回ること考えてしていけばね、あなたじゃなきゃ上司からもお客さんからも言われるようになる。それが基本編で伝えたかった人間力なっていう力のことなんですけど、僕ねそれがまとまった話が、実はね八百屋で稼いだお金で僕たちが初めて東京の六本木にちっちゃいお店やったけど作ろうとした時ね、作るってなった時僕は師匠にお前がこの店をやりなさいと。でそこは場所からまあ六本木っていうこともあってお酒とかもいろいろ出すと。で僕あるホテルに修行に行かされたんです、ほんの数ヶ月ですけどね。その時はもう八百屋さんから抜けてもう泊まり込みでもう住み込みでそのホテルに修行に入らせてもらって、で僕はもうね最初からそういう段取りができてる思ってたんで、なんかかっこいいしこんなペコって襟の折り曲がったようなかっちょいいシャツ着てね、こんなペケポンになったみたいなタイとかつけて、でもエナメルの真っ黒のピカピカに光った靴とか履いて、もうソムリエの巻くサロンとかあんなん巻いてね、もうこんなになっておしゃれにやんのかみたいなイメージ膨らまして行ったんですけど、だけどね行ったら全然違ったんです。与えられたのはまず長靴、そしてソムリエの巻くようなおしゃれなサロンじゃなくて、なんかね白いゴムのこの前がウェーってせり上がったような前掛けで、要は与えられた仕事が洗い物だったんです。長靴履いてうわーって来る日も来る日も山ほどの洗い物で、その洗い場にはなんかすごいちょっとネガティブなんかね後ろ向きなことばっかり言うてる先輩いててね、もう一日中文句言うてんのこの人ね、もうなんか洗剤で手が荒れるとかね、もう肩が凝るの、背中が張るだ、足がむくむだ、どうじゃこうじゃあじゃこうじゃ言うてるなんかネガティブワールドになんか僕も横で毎日いてたらね、なんかだん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 吸い込まれていって、気づいたらね僕もなんかごちゃ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 不平不満言いながら最初の時はやってたんです。だけどね1日2日3日4日と洗い物ただ機械のごとく洗ってたんです。でいやいや洗ってて、でも基本編でも言ったけど先輩たちはねその洗い物してる僕を見てるんですよね。だけど僕1週間経った時に誰も喋りかけてこないしね、みんな あの新人もどうせ洗い物がきつくてね多分用心棒せんくてある日突然逃げていったりねするんだろうなみたいにみんな思ってるんかなって、僕1週間経った時ね誰もからもあんまり喋りかけられへんしね、このまま行ってたら多分3ヶ月後も4ヶ月後もね洗い物ずっと続けてるだけだったらみんなで稼いだお金で作る六本木のお店なんかやれるわけないやんと思ったんで、僕ね夜中にホテルを抜け出して、で師匠とこへね、あそこ空きませんわって何も教えてくれへんのですって言って、社から僕別のホテル移るかね、だから街中にあるようなお店へ向いてね
ちょっとこう修行に修行させてくださいっつってね、行った方が絶対近道になると思うんで、僕はあのホテル辞めて別のとこ行くっちゅうことを正論と思って師匠に言いに行ったら50倍になって怒られたんですよね。で、僕自分は正しいこと言ってるつもりでいたのにめっちゃ怒られてですね、その時こう言われたんですよ。お前はね、自分の頭で描いた理想と全く違う現実が目の前に起こった時ね、すぐに場所を変わろうとするんだって。そのお店から、そのホテルから場所変えて場所変えて、やがては仕事の種類変えて場所変えて、仕事の種類変えて場所変えてってやってる人もいろいろいらっしゃる。で、そういう人はね、多分大体が自分の都合ばっかり言ってるんですよね。自分の理想ばっかり追いかけてる。だけど僕ね、縁があって行ったそのホテルで誰でもできることも一生懸命やらないうちからね、場所変えても場所変えても僕の理想に出会える、理想の職場に出会うことなんて多分ないと思う。で、僕の理想の職場なんて世の中に多分ないって言って師匠にうわーって怒られたの。その時にね、誰でもできることも一生懸命やらずに何が場所変えるかって怒りまくられてね、けどその時に言われたんです。お前に教えた雑用にチャンスありってお前忘れとるやろって、誰でもできる洗い物だからこそね、一生懸命せにいかんって、お前適当な洗い物ばっかりしてて何が場所変えるかっつって怒られた時ね、僕ホテルへ強制送還される、戻らされるんですけど、その時時計を渡されて、でその時計はね、翌日から洗い物する時前に置けって言われました。で、秒針と競争しながら、どうせやるんだからね、日本一の洗い物やれって言われて、もうね、ぐわーってやるわけでしょ。で、ぐわーってやるこの日本一の洗い物、まあ、名付けて稲妻の洗い物って言うんですけどね、ぐわーってあまりのこの速さで、もうここの腕とか摩擦で煙出てくるぐらいの洗い物やれよみたいに言われてね、だけど恥ずかしいのにと思いつつも、でもそこはできるかできないかじゃなくて、またね、やるかやらんかだったんで、僕師匠も怖かったしね、わかりましたって、じゃあ稲妻でやりますって言って、次の日から恥ずかしかったけど時計置いてグワーって稲妻やりだしたらね、まず反応したのがこの横にいたネガティブの先輩、お前人変わったみたいやんけ言ってびっくりするからね、もう僕ね、ちんたらちんたら文句ばっかり言いながらやってる方が余計しんどいんで、もう稲妻やりますわって、こっから煙出てきたら消火器で消してくださいねってことを言いながらね、やってたらこのネガティブの先輩が、お前一人でそんなにできるんだったら俺手伝わなくてもいいだろうとかって言って、なんかどっかいなくなってしまってね、良かったか悪かったかなんかようわからんかったんですけど、したけど僕もう開き直ってたから、ブワーやってたらね、一週間誰も喋りかけてくれんかったのにね、調理場にいる人が僕とこへ見てニヤニヤ笑いながらタオルで手拭きながらね、おいバイトって近づいてきたんです。ただその調理場の人がね、おめえ何やってんだってさっきから見てらバカみてえにって言うからね、いや洗いもんですけどったら、んなもん見りゃわかるさって、おめえ何一生懸命やってすんだアピールしたって、お前の給料がすぐに上がるとかんなわけじゃねえんだぞみたいに言ってきたんでね、いや先輩僕もそらわかってるんですってしたけど、実はこの洗いも昨日まではなんかぶつくさぶつくさ言いながらやってたんですけど、今日から僕ちょっとね稲妻の洗いもんちゅうまた話をして、うわって言ったら説明したら、この先輩がゲラゲラ笑って、お前バカじゃないのかって言ってね、だけど僕昨日まで1週間誰からも喋りかけてもらえなくてね、なんかいるんかいらんおらんの、いてるんかいてないんかようわからんみたいな存在だったのに、たった1日でその人がね、みんなに言いふらしまくってね、あいつ見てみ、日本一の洗い物目指してんだぞって、バカだろっつってね、みんなに言いふらしだしたら、ホテル中のいろんな人がね、どこ日本一の洗い物ってあいつとかって言ってね、みんなが見に来てたら、気づいたら僕ね、1週間誰にも認識されなかったのに、たった1日で数時間でホテル中のみんな見に来てね、笑い者ですけど有名になったんです。僕ね、無視されてるみたいに声もかけてもらわれへんより、よっぽどこの方がええな思いながら、でも稲妻続けてて、1日2日3日4日5日6日と1週間やりだしたらね、先輩たちバカにしてたくせにね、やがてセリフが変わってきたんです。例えば同じように若い人にね、お前なもっとこうしらんか、こうして頑張らんか、こうせやせって言ってるでしょ。だけどね、お前ちょっとはな中村を見習えって言い出したんですよ。誰もが嫌がるあの一番嫌な雑用をね、あんなに一生懸命やるやつお前見たことあるかって言って、お前中村のよかったら爪の赤でも煎じて飲んどけやって、お前ごちゃごちゃごちゃ